鍵色品の丘、はい、回ってみましょうか。ずっと上上がって、休憩所があって、丘があって、万葉花碑があって、藤棚があって、ずっと下降りてまた蛍水路があるのかな。ちょっと上がってみよう。はい、ちょっと上がりましょう。全然人が歩いてないですね。あら、こんな綺麗な公園なのに、もったいな。ほとんど歩いた足跡がないわ。休憩所。ああ、この看板は何でございましょう。ああ、綺麗な看板。山道朝廷の狩り場でございましたか。そうでしたか。綺麗なんだろうな、夕日があったら。大座町食を胸上げて書いてある。はい、ありがとうございました。宇田の町の上がこっちは体育館かね。これがね、万葉花碑。ああ、もう消えてね、見えないんですよね。もともとあんまり読まれへんねんけど、見えないかね。はい、これにね、どこだこれは。松山城、ちょっと待って、松山城見てみようか。松山城、どこや松山城。ここちょうどこれ松山城、見えんがね。こんなんだ、この日が。これちょっと呼ばれへんね、さっぱり。残念、読みませんでしたわ。大札。東の野に、鍵の日の立つ見得て、帰り見すれば、付き方武器の場合は呼ばれんな。万葉集第一巻。はい、ありがとうございました。どこ行ったら、その、池はあるんかね、池は。藤棚やろ、ここは。歩いてないね、誰も。こんな人歩かんもんかね、公園。あら、こっちにも駐車場あるんだね。駐車場あるけど、これまた違うのかね、これ。ああ、違うみたいだね。ここは東の狩り場でしたか、昔の。あれ、降りるとこないぞ。やっぱさっきのとこ降りるんかね。藤棚があるけど、ここを降りたところにね、池があるのかね。よしよし、降りてみるか。どうなんでしょうか、これは。この下どうやって降りるの、これ。池がそこにあるの、これ。
分からんね。降りるとこはないんだけどね。あら、降りてまうがね。残念やね、行けないんかいね。あらあら、行きませんか。やがてきた。いいところや。日本最初の薬狩り、日本初期水戸9年611年、宇田野の、そういうことですか。薬草を摘みましたか。せっかくの公園がもったいないね。全然使われてませんわ。降りるかい。眺めでございますわ。はい、一瞬回ってきましたけどね。はい、ありがとうございました。宇田市の公園でございました。